じゃあ今日はね、なんていうの、まあごった煮ですね、ごった煮。まあ白菜とか人参とか肉団子とか玉ねぎとかいろいろ入ってます。まあうまそうですね。じゃあ早速いただきます。どうしよう、まあ、ちょっとスープ、まあちょっと味見してますけど、おいしいおいしい。で、白菜ね、おへ、本当にね、白菜が1株ね198円で売ってたんで、すかさず買ってね、いつもの大好きな鍋にしようと思ったんですけど、なんか鶏団子食べたいなと思って、で鶏のひき肉見に行ったんですけど、今日はね豚ひき肉が安くて 100g80 いくらだったんで、豚団子にしてみました。人参もおいしい。で、これね、あんま団子作ったことないですけどね。いただきます。チューブだけどね、生姜入れたんだね。生姜効いてうまい。お。おいしい。食べ物はいいっすよね。基本やっぱ切って煮込むだけでいいですからね。玉ねぎもいい感じです。玉ねぎは熱通すとね、甘みが増すんで美味しいっすよね。で、舞茸ね、美味しいっすね。もうね、余った野菜とかも入れたんで、もう鍋に入りきれない、もういっぱいいっぱいでしたね。いっぱいいっぱいに作ったんで、もう鍋三昧ですね。うまい。出汁が出てね、スープも最高っすね、これ。コツいらないですからね、別にね。自分好みのね、味見しながら味付けすればいいし。やっぱ体の底から溜まりますね、これ。肉の迫力もすごいですよ、肉団子のね。今回のね、生姜が効いてうまいっすね、豚団子ね。ほんとね、前で言ってるけど、冬になるとね、大好きな白菜とかね、大根とか安くなるんで、ほんと嬉しいですね。スープ最高。やっぱ白菜だな。白菜が一番美味しい。
ちょっと人参でかいですね、これ。これですよ。でも、韓国に行ってる。もうね、豚のお出汁が出てね、うまいっすね、スープがね。今日鍋にしたから、ご飯進んじゃうかなと思ってね、いつもより大盛りにしたんですけどね、やっぱ先にご飯なくなっちゃいますね。ご飯が進みすぎてね。はい、体温まりましたね。やっぱ鍋最高っすね。ごちそうさまです。